室谷義偉は日本のパイロット。福島県福島市在住。2002年に活動を開始した競技志向型野生チームのメインパイロット。2009年からレッドブルエアレースワールドチャンピオンシップにアジア人として初めて参加し、2017年に年間総合優勝に輝いた。幼少時代、機動戦士、ガンダムの主人公。 アムロレイに憧れ、パイロットを目指す。中央大学杉並高等学校卒業。中央大学文学部入学後、航空部に所属し、グライダーで飛行訓練を開始。1993年、20歳で都米市飛行機のライセンスを取得。1995年に、兵庫県田島空港で行われた、ブライトリングワールドカップで、 帝王ユルギス・カイリスやパトリック・パリスなどの世界最高峰の飛行技術を目の当たりにし、本格的なエアロバティックスの訓練を開始する。1997年、再び渡米し、ランディガニエの元訓練を積む。その後、地震発の競技会にも臨み、アドバンスクラス世界選手権では日本代表にも選ばれる。翌1998年、 日本でエアショー活動開始。2002年には現在活動中のエアショーチーム、チームディープブルースを立ち上げる。また、多額の借金をし、約3000万円の中古競技機を購入した。しかし、燃料費やメンテナンス費用などにコストがかかるため、スポンサーを探していたところ、たまたまテレビ番組、マネの虎のエアロバティックパイロットになりたいという女子大生の、 企画を見たことで、その出演者である、堀之内久一郎にコンタクトを取ったところ、夢があるなら、頑張れと堀之内にスポンサーを開拓された。2003年には、アンリミテッドクラス世界選手権にも出場。同年、NPO 法人福島飛行協会を設立。理事の一人として、国内のホームベースでもある、福島スカイパークで、 青少年の健全育成のための教育活動や、航空文化の啓蒙活動にあたる。この年、後にレッドブルエアレースでもチームコーディネーターとして、共に戦うことになる名優ロバート・フライト、フォーメーションで、エアショーを開始。2004年、エアロバティックスの道に入るきっかけともなった、ユルギス・カイリス、ロバート・フライトと共に3期で、 フォーメーションエアショーを行うエアーバンディッツを結成。2007年、レッドブルジャパンとスポンサー契約締結。エアショー活動にドイツ製のエクストラ 300S が加わる。2008年、スペインバルセロナで行われたレッドブルクオリフィケーションキャンプに参加し、訓練に合格。レッドブルエアレースワールドシリーズの参戦に必要な。 スーパーライセンスを取得し、翌2009年、レッドブルエアレースワールドチャンピオンシップ2009に、正式参戦。最終戦スペインバルセロナ大会では、自身最高となる6位入賞を果たす。2010年、前年に引き続き、レッドブルエアレースワールドチャンピオンシップ2 0 1 2参戦。また、国内で、初めて開催された、 1> 第1回全日本極技飛行競技会では事務局を務める。既婚者で3人の娘を持つ。2015年、日本で初めてレッドブルエアレースが開催され、このレースからジブコエッジ 540V3 を投入。結果、決勝のラウンド8で最大負荷が 10G を超えたため DNF で最終結果は8位となった。この大会から、 住友ゴム工業とスポンサー契約を結び、チーム名をチームファルケンとした。この後、第5戦と第7戦で自身初の1シーズン2度の表彰台に達し、最終戦では予選1位通過を果たし、総合6位でシーズンを終えた。2016年5月、千葉市三浜区幕張海浜公園で開催された。 レッドブルエアレース第3戦で日本人として初優勝を果たした。6月にはレクサスとスポンサー契約を結んだ。またサードも室屋とパートナーに契約を決定し、室屋の故郷である福島に研究施設を建設した。サードは室屋のレースのエンジニアリングを担当し、室屋もサードの航空機研究にアドバイザーとして関わることになった。 2017年からは登録名をニックネームのヨシムロヤに変更。初戦はオーバージーで敗退したがサンディエゴで開催されたシーズン第2戦から機体塗装をファルケンカラーに変更し2勝目を挙げた。続く第3戦千葉大会でもペナルティなしで優勝しホームでの2連覇及び2連勝を果たした。最終的には年間4勝で ポイントランキングで1位となり、初の年間総合優勝を果たした。故郷福島県では、県民栄誉賞が贈られるとともに、優勝パレードが行われた。2021年5月2日、2022年から開幕する、ワールドチャンピオンシップエアレースに参戦することが発表された。2021年10月21日に、レクサスと、 これまでのスポンサーの関係から、チームパートナーシップ締結になり、室谷が代表を務めるパスファインダーと共に、レクサス、パスファインダーエアーレーシングを立ち上げた。微光、キャン、中止 DNP、不参加 DNF、途中棄権 DSQ、失格。ありがとうございます。